M6BMW6 シリーズはドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売している乗用車である。クーペ・カブリオレハッチバックのボディ形式を持つ。全身モデルは 3.0CS である。E24 はドイツの自動車メーカー BMW が生産するラグジュアリークーペモデルに付けられたコードネームである。当時の BMW のフラッグシップクーペであり、 世界一美しいクーペと評され、今なお愛好家が多い。1976年、ジュネーブモーターショーで 630CS と633チーが発表された。1978年、635チーが発表された。専用の3.5リットルエンジンを搭載し、トランスミッションは5速 MT が採用された。エクステリアでは、フロントスポイラーや、 リアスポイラー、サイドストライプが標準装備された。1979年、小変更を行い、キャブレター仕様の 630CS がライン落ちし、インジェクター仕様の 628C に入れ替わった。エンジンは 528I から流用された。1982年、初の大規模マイナーチェンジが行われた。これは、ベースモデルの5シリーズが、 フルモデルチェンジを行ったためでサスペンションなどが一新された。また、635G についてはエンジンが一新された。内装では5シリーズに準じたドライバーに定期点検を促す SI メーターや瞬間燃費計が追加された。5シリーズのモデルチェンジと同様エクステリアに大きな変化は見られなかった。1987年最後のマイナーチェンジを行い、 新型 735i で採用された第三世代 DME 制御のビッグシックスエンジンを採用した。これに伴い、主に米国と日本向けだった触媒付き仕様の出力が大幅に向上した。さらに、衝撃吸収バンパーの装着、エアロの標準装備により、エクステリアが大きく変化した。このいわゆる後期型の635チーアには、 賛否両論があり、それゆえ1987年以前の中期型はアイアンバンパーと呼ばれ、6シリーズの本来の美しさを持つ最後のモデルとして好む人も多い。1989年生産終了。同年に開催されたフランクフルトモーターショーで6シリーズの事実上の後継モデル8シリーズが発表された。日本使用者は 昭和50年代の厳重化された排ガス規制により、ほぼ全年式にわたり米国使用車をベースとしていた。ただし、全グレードで MT が選択できた米国と違い、日本使用車は M6 を除き全車 AT を装備していた点が大きく異なる。E63、E64 はドイツの自動車メーカー BMW が生産するラグジュアリークーペ、カブリオレモデルに付けられた。 コードネームである。E63 はクーペ、E64 はカブリオレのモデルコードである。2003年9月9日、フランクフルトモーターショーで8シリーズの事実上の後継モデル、第2世代6シリーズが初代6シリーズからおよそ14年ぶりの復活を遂げ、ローワイドなフォルムを演出するグラマラスなフェンダーライン、全体としても曲線を基調とした流麗なスタイルへと、 大胆な変身を遂げた。カブリオレはソフトトップを閉じるとクーペと見まがうほど流麗なルーフラインであり、ライバル車とは一線を画す。特別に用意されたボディカラーやインテリア素材でオーダーメイド可能なプログラム、BMW、インディビデュアルが初めて導入された。M6BMWM がチューニングした高性能スポーツモデル。2003年12月17日。 BMW はドイツ公共放送連盟の記者会見で正式な M6 の故障は E63、E64 から制定するとの見解を発表した。インテリア会12、会13、会06はドイツの自動車メーカー BMW が生産するラグジュアリークーペ、カブリオレモデルに付けられたコードネームである。会12話にドアカブリオレ、会13話にドアクーペ、 カイ06は4度はクーペのモデルコードである。2010年9月30日、パリモーターショーでコンセプト6シリーズクーペが発表された。2011年1月10日、デトロイトモーターショーで新型6シリーズカブリオレが発表された。2011年3月1日、ジュネーブモーターショーで新型6シリーズクーペが発表された。2012年3月6日、ジュネーブモーターショーで 新型6シリーズグランクーペが発表された。特別に用意されたボディカラーやインテリア素材でオーダーメイド可能なプログラム BMW Individual が導入された。2011年2月24日、6シリーズカブリオレが発売された。640i は最高出力 320PS、最大トルク45.9 kgm の磁気録、ターボエンジンが搭載され、 650i には、最高出力 407PS、最大トルク 61.2KgM の V8、ツインターボエンジンが搭載される。2011年8月5日、6シリーズクーペが発売された。2012年6月5日、6シリーズグランクーペが発売された。650i には最高出力 450PS、 最大トルク66.3 kgm の新開発、V8 ツインターボエンジンが搭載される。新たに、インテークバルブのリフト量を無段階に、可変制御するバルブドロニックを採用した。2012年8月23日、650i クーペと 650i カブリオレに最高出力 450PS、最大トルク66.3 kgm の新開発。 V8 ツインターボエンジンが搭載された。新たにインテークバルブのリフト量を無段階に可変制御するバルブトロニックを採用し、従来モデルと比較して動力性能が約10%向上した。また、停車中の燃料消費を削減するエンジンオートスタート、ストップ機能やエコプロモード付きのドライビングパフォーマンスコントロールなどを採用し、燃費が 最大25%改善した。M6BMWM がチューニングした、高性能スポーツモデル。2012年4月10日、M6 クーペと M6 カブリオレが発売された。最高出力 560PS、最大トルク 69.3KGM の V8、ツインターボエンジンが搭載される。2013年1月16日、M6 グランクーペが発売された。 2015年7月2日、M6 シリーズに最高出力 575PS、最大トルク 69.3KGM のコンペティションパッケージが発売された。2016年7月9日、M6 シリーズに最高出力 600PS、最大トルク 71.3KGM のセレブレーションエディションコンペティションが発売された。 グランツーリスモグランツーリスモ G32 はドイツの自動車メーカー BMW が生産するラグジュアリーハッチバックモデルに付けられたモデルコードである。2017年10月23日5シリーズグランツーリスモの後継モデル6シリーズグランツーリスモが発売され6シリーズカブリオレ、クーペ、グランクーペに追加された歴代6シリーズのインテリアは 5シリーズの上位モデルにふさわしい専用デザインがおごられているが、6シリーズグランツーリスモのインテリアは5シリーズセダンツーリングと共通デザインが採用された。ありがとうございます。